な。入れよ。ああ、おかげさまってやつだな。ほらほら、毒草丸、今日いい子にしてたご褒美におやつをあげるぞ。なんだか外がちと騒がしくねえか。ち、あたいの癒しの時間を邪魔しやがって。連中はこっちの都合ってもんを考えやがらねえ。おう、マガツキどもをぶっ潰しに行くぞ。骨がね、弱っちいくせにわらわら湧き出やがって。だがまだ油断すんなよ。もうちょっと湧いてくるみてえだからな。ち、クソが。この前の変な女に締められてからろくなことねえぞ。あのガキは毒草丸をいじめてやがったドアホか。こんな時間にふらつきやがって。なめんな、くたばりやがれ。なんだあれって、あこっちにも。ち、少し遠いか。言われるまでもねえよ。うん、根性曲がったガキを射程にするつもりはねえよ。せめて少年を叩き直しておととい来やがるってんだ。いや、一件落着じゃ済まさねえよ。大ありだバカ。おめえ、御剣使いがマガツキに突っ込むとか何考えてんだ。結果としてはな。だが作戦としちゃ危なっかしすぎる。だから答えろ、なぜあのガキをかばったんだ。ならこれからは無茶な真似はしないと誓えるか。そうかよ。なら仕方ねえな。それがあんたの生き方だってんなら、うちが邪魔するわけにはいかねえって話だよ。それにそういう考えも嫌いじゃねえしな。振り分け神って呼びな。これからは年が上だの下だのは関係ねえ。認めるぜ、正真正銘うちの主はあんただ。ダメだ。それはなんか仲良くなった気がしねえだろうが。へ、不甲斐ねえ主を支えるのは御剣の本懐だぜ。こっちこそよろしくな、主。